どうも、ハンソンクルーズです。今日はですね、パンケーキミックスですね。セブンイレブンのパンケーキミックスを使ってパンケーキをね、作りたいと思います。普通にね、作るんじゃ面白くないんで、お絵かきパンケーキね、こう、細いのを使ってこう、絵を描いて、で、なんかパンケーキでアイコンを再現したいと思います。ちょうどいいのがね、これ100均で売ってたんですよ。これケーキやクッキー、手作りチョコなどに手軽に楽しくデコレーション。今回はこれでパンケーキの生地をジュッと吸ってこうお絵かきね、してみたいと思います。まずこちらですね、パンケーキミックスをボウルに開けます。ここに卵1個を落とします。さらに牛乳を 180cc 入れます。ただ少しだけ牛乳は残しておきます。これを混ぜます。ダマがなくなるまでしっかり混ぜます。箸だとすごいしんどい。だいたいこのくらいでいいと思います。はい、次にシリコンデコペを取り出します。これ分解できるので、分解して洗ってから使いましょう。生地を吸ってみたいと思います。吸えてんのかこれ。力入れてギュッてやった方がいいのかな。いや全然吸えてないんだな。いや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 、違うじゃん話。これでこれをこんな感じでこうギュッと押しながら、結構いけそうです。生地が入りましたんで、すごいダラダラとだらしないですね。フライパンを用意しました。ここにね、絵を描いていきたいと思います。あ、もう垂れちゃった。まず紙からか。あれ、案外うまいんじゃないか。うまいぞ、俺。で、メガネね、メガネ。うわ、バランスが難しい。メガネ後回しだな、これ。先にジャージ加工。おお、でも、髪が思いのほかうまくいった。僕は今すごい嬉しいです。ジャージね。ジャージが多分。こんな感じですよね。下手だな。下手だな。ちょっと修正します。よいしょ、よし、よしよしよし、メガネ。ちょっとメガネ雑だな。ちょっとメガネ雑だけど。あ、でもいいんじゃないですかこれ。お、かわいいかわいい。え、かわいくできてると思うけど、余ったこの生地はね、元に戻しておきます。ジューッと先にこれを焼きます。少し焦げた方がいいらしいです。加減をね、見極めつつ、あんまり火は強くしないで。あ、チリチリ言ってっけど、もういいのかなこれ。うわー、なんか怖いな。これいじったらやばいかな。え、いじったらやばいかな。まだか、まだっぽいな。あ、ちょっといい匂いする。ちょいって感じですね。もうちょっと黒くなんないときっとダメなんだと思う。ドキドキすんな。もういいかな。もう行きましょうか。ちょっと一旦火を止めまして、先ほど余した牛乳をですね、巨大で分厚くて、で僕のねアイコンがこう真ん中にドンとある感じを目指します。大丈夫なんかな。ドキドキするけど静かに行こう。静かに。え、これ大丈夫かな。いつも通りちょっと作り方とかあんまり見ないで適当にやってるんで、ちょっとやばいかもしれないです。まあパンケーキっていうかホットケーキっていうか、そういうのはこう表面が乾いてきたらひっくり返しても OK っていうサインなんですよ。うわ、なんかめっちゃ泡立って怖っ。ちょっと気持ち悪いなこれ。さあ、というわけで
表面が乾いてきたので早速フライ返しでねひっくり返してみたいと思います。さあこれがうまくできるかどうかっていうね。いきます、いきます。よし、わっはっはっはっ、ちょっと黒いけどでもすげえ、うわでもいい感じじゃないですかこれ。なんだよこれ、かわいい。あ、そっか、そうだよね。これ今見ていただくと分かると思うんですけど、本当のアイコン、多分本当のアイコンも多分ねここら辺に出ると思うんですけど、完全に反転しちゃってるんですよね。そっか、逆向きで描かないといけないんだ。じゃじゃーん、こんなでっかいパンケーキ、すごい熱々で美味しそうです。バターです、これ蜂蜜、こんな感じでちゃんと火は通ってます。美味しそう、いただきます。うん、外はカリッと中はふわっともちっと、うん、美味しいです。こうやって蜂蜜とこうバターでドロドロにしちゃうと何が何だか分かんない、ただの巨大なパンケーキですけど、うっすらとね、でも僕の姿が映ってますね。はい、というわけでアイコンを描いてパンケーキ作ってみました。そんなに難しくなかったですね。フライパンでできるんでホットプレートとかもいらないですし、ペンみたいなやつ、あれ結構描きやすかったですけど、絞り袋みたいなの多分ね描けると思うんで、よかったら皆さんも試してみてください。かなり簡単です。というわけで以上ハンサムクロージでした。バイバーイ。